皆様こんにちは。今回は Android のアプリキャッシュの解説とサードパーティーアプリを利用せずに一括削除する方法をご紹介させていただきます。インターネットにアクセスした際にサイトを表示すると同時にそのページのテキストや画像などがダウンロードされます。そして再度同じページを表示する際に最初よりも素早く表示されるのですが、これは最初にページを表示する際にダウンロードしていたテキストや画像などが読み込まれているためです。このダウンロードされたテキストや画像などの一時的なファイルのことをキャッシュと言います。そして Android の場合は各アプリが一時ファイルを保持するため、アプリのキャッシュ、いわゆるアプリキャッシュが保持され溜まっていくわけです。アプリキャッシュはアプリの起動や動作が速くなる反面、無駄なファイルも溜まっていき、 Android の内蔵ストレージを圧迫したり、 Android 自体の動作が重くなりがちなので、定期的なアプリキャッシュの削除が望ましいと言えます。アプリキャッシュの削除は Google Play Store から専用のサードパーティーアプリをインストールして行うこともできますが、実は Android の設定から行うことも可能です。サードパーティーアプリをインストールすると、もちろんその分の内蔵ストレージが使われ、さらにそのアプリのアプリキャッシュも溜まっていく場合があるので、サードパーティーアプリに頼らない方が良い場合もあります。サードパーティーアプリを利用せずにアプリキャッシュを削除する方法は、まず Android の設定からストレージもしくはその関連の項目をタッチします。もしマイクロ SD を利用している機種の場合は、さらに内蔵ストレージをタッチします。表示されたページでは Android が現在どの程度内蔵ストレージを使用しているかを確認することができます。そしてキャッシュデータが保持されているアプリキャッシュとなります。キャッシュデータをタッチすると、キャッシュデータを削除するかどうかのウィンドウが出てくるので、OK をタッチします。これでアプリキャッシュが削除されます。アプリキャッシュはそこまで神経質になって削除を行う必要はありませんが、Android の動きが遅くなってきた場合などは行ってみてください。また、キャッシュデータに1から 2GB 以上が表示されている場合が目安となるかと思います。以上、Android のアプリキャッシュの解説とサードパーティーアプリを利用せずに一括削除する方法のご紹介でした。